シュウティビでーす。ヨガイです。そしてクリッチです。ブスラです。はい、お願いします。はい、というわけでですね、はい、本日はちょっと企画をしたいんですけども、はい、スピードガンを使ってスイングスピードを測っていきます。はい、まあこれ対決ですね、うん、まあ順番決めてその1個前の人より速いスピードを出していくっていう勝ち抜けとかそういうケースね。それより下行ったらもう脱落なんですけど、これをやるのは私10月の14日に、スポーツの日ということで、はい、入間市のイベントに呼んでいただきまして、入間の才の森公園という大きな、まあ、広いところがあるんですけど、そこで逃走中ならぬ脱走中というなんかイベントをやるんですよね。まあ、子供らがみんなこう逃げるんだけど、まあ、大人がまあ捕まえに行くっていうそういうのをやるんですけど、他にはなんか大きなトラックを後ろの荷台をバーンと開けてステージにしてダンス発表とか、まあ、高校中学とかその、まあ、ダンス発表とか吹奏楽とかそういう演奏をしたりとか、K-1 ファイターの加藤コーナ選手っていうね、方も来たりとか、あとなんかゴルフの、すごい方も来たりとか、いろいろやる中で僕は YouTuber 枠で呼ばれました。はい、そこで何を、まあ、やるかっていうところで、まあ、やっぱ投げる系だとやっぱこうねボールがどっか行っちゃったり拾ったりするっていうので、まあ、時間30分しかないんです僕、はい、でもその後休憩時間で1時間あるから別に1時間半やってもいいよって言われたから1時間半やるかみたいななんならやっちゃうかみたいな感じで、まあ、僕がこう MC やりながら両辺カメラ撮って、だから実際その映像も後日 YouTube にもアップする予定ではいるんですけども、まあ入間市の方とかそれ以外の方も多分来ると思うんで、みんなにこう挑戦してもらって、まあ、なんか手軽にできるのがやっぱスイングスピードかなって、まあ、バットをねそれぞれ何本か用意しておいて、まあ、好きなの選んでもらってそれでスイングするという感じで、まあ、大谷選手がさ打球速度190キロっていうじゃん、はい、すごいじゃん、まあ、そこも今話題だし、まあ、バットを振ってどれぐらいのスピード出てるのかっていうね、まあ、目安もまあ後日喋れればいいんですけども、まあとりあえず今日デモということで、まあ、こういう感じでねスイングスピードやりますよってところを、まあ、まあ入間市の方が見てくれたら嬉しいなっていうので、はい、まあ、今回やっていこうと思います。まあ、今日はなんかもう統一しようということで、はい、まあ、みんなパワー別、ね、それぞれなんで一番軽いやつがいいかなってことでノックバックさああとは長さに耐えきれるんじゃないですかね。そう結構長いですもんねこれ。そう、しかも公式軟式打てるからちょっと若干これヘッドが重いっす、うん、ヘッドがこうバーンっていくから、まあ打球飛ぶけどスイングスピードどうかってところなんですけど、600ないぐらいかな、はい、うん、だと思うんですけど、まあ、これでねスピードを測っていきたいと思います。はい、はい、それではいきましょう。ゴー、順番いきます。最初はグーグーじゃんけんぽい、アイクでしょ、アイクでしょ、アイクでしょ、で最後さあアイコでしょ、最初はグーグーじゃんけんぽい、アイクでしょ、1,2,3,4 だ、4、頑張りましょう。ここでどうなるか、そうだよ、ここがつって、そうだよ、で行ってここでバーンになったらその後俺その2周目回った時俺もう脱落だから、そうバーンで分かんないよ。そう早く終わっちゃうかもしれない、うん、はい、10月14日のルールは一般の部、中学部、小学部、はい、みたいなで小学部プラス女性という感じでやるので、まあ、それぞれでやってもらうんですけど、まあ、優勝者には豪華な景品を用意と、モンタナさんの協賛でやらせてもらうのと、僕のデモスイングを超えた人はさらにいいものがもらえるということで、これ寄せれましたね。これはやばいっしょ、やばいっすね。何もらえるんだろうね。いいっすよ、いいからこういうのそういうのいらんから。86、はい、OK、 これ一回シュッてやっちゃうとなっちゃうからなんないように、いきます。96 プラス10ね、96、申し訳ない。 お前やったな、121、お前やったな、お前軽く振った、何しとんねん、121っすよ、64、あー、クリック調整だな、はい、はい、脱落です。2周目終わりです。お疲れ様でした。じゃあ2周目ですか。はい、前の人のやつでいいか、前の人ので一緒か、これ絶対勝てる説じゃあ114超えね、116、おぶねー、おー116ね、
きますよ。129。でもさっき軽くなったでしょ。123。ブー。9だから。次は。127。うわ。あー危ね。さっき129だからな。145。無理。さあ行くぞー。じゃあ。よし。145、145、145。どう？130だ。いや頑張った。やりました。まあ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 。まあ裏切りクリッチが発生したせいで。そうですね。ちょっと。すいませんでした。思った以上にね、早かったんですけど。第二ラウンド行きましょう。グージャグンプイ。はい行くでしょう。マジじゃ。じゃグージャグンプイ。あおい。おい。弱お前ら。最初はグじゃんけんプイ。おっしゃ。3、4ね。足早向き行こう。よし。おい、一番だからな、お前。野球です。89。オッケー、89ね。俺も空気読んでいくわ、しっかり。97。97。こんな軽く来たの。おお、結構強いんじゃない？あ、でも16。116？ 早いじゃねえ。早いな。これやばいぞ、これ。うわ、まあ振ったな。お前やったな。あ、127。116、127、はい。さあ加減でここからが2周目。もうほぼ全力だよ、両辺が。129。おお。すごい。これは余裕だよ。頑張って130ちょいぐらい。左で行きます。え？左で行きます。あ、左で打てよ。左で打てよ。行かねえよ。お、ちょっと抑えたぞ。135。さあ。36。おお。いい。おお、クリッチ。はい。ああ、いくつ？120です。だい、はいはい、120以上行こう。次、お、これ結構やったな。27。おお、まあ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 、また135。140。まあ一応ね、言うと今40です。どこまで生きてたか分かんないから。大久保40ね。久保空40でした。もう一回いきます。よし。落ちてるし。29。脱落。脱落。あ、129しようって。129以上でしょ。もう得意じゃん俺。得意じゃねえよ。もうあれじゃん、有利じゃん俺。40です。はい。わお。あ。クリススパイクあり。あり。え？43。おーい。大変だよ。超えるに決まってんじゃん。さあ行こう。スパイクねえのがちょっとあれやな。終わった。本当だ。あ、マジ。さあ、超えろ。ノックオットでやるか、今度はイベント。ノックバット縛り。大人100、ノックバット45。あー、45、惜しい。まだ惜しい。でもさ、じゃんけんの順番重要だよね。じゃんけん重要。そう、重要っすね。重要っすね。じゃあ今度、もう全力マックス逆でいく。弱く振る。ああ、弱く振りでいく。弱く
だそれマックスで振ってって、そのそれより下みたいな。はいはいはい、逆バージョン。逆バージョンいこう。逆、最初はグー、最後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 はグー。俺からっすね。やばいぞ。いや、全力、でもそっか、全力、全力よ。で、今度有利なんじゃない、うん、下の人がね。いくよ。あれやってるわ、マジで。これやったわ。え、これ今何キロ。100でもみんなのこと考えて90何とかじゃないといけないんだよね。91、まあいいやいいんじゃない。91以下。68や。あとはどこまで反応するかだから。68はえぐいよ俺。ゆるく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 。岡山県岡山。68以下。83。あめいった。いい。残念。いい。83以下。83以下ね。62。さあシビア。さあ、いきまーす。発表されています。うわ66。66以下。塩分も取りましょう。47。あーおお、無事だ多分俺これ。扇風機よくでも反応したよね。エアコンなどを適度に。43。43。マジか。注意してください。43で繰り返して35。うわ35。もう無理じゃない。きつきつ。ねえね、多分反応しないんだよね。本日はあー40だった。やられた。いやすげえ。これ面白い、逆に面白いね。逆に面白い。もう静かになっちゃうっていう。はい、というわけで、はい、やってまいりました。お疲れ様でした。楽しかっ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 た。いいよね、これ結構ね。まあこれは今回ね、デモなんで、まあいろんな、まあルールをね、まあ今度やらないようなルールでやりましたけども、10月14日イルマサイの森公園でやるやつはスイングスピードコンテストなんで、速い人が優勝するという感じでね、はい、あのその日の最後の、ね、集計でね、優勝者が決まるということなんで、たくさんの方に、来てもらいたいので、もう年齢もね、性別関係なしで、たくさんの方々で、その場を盛り上げてほしいなと思います。ではチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。抜くのさ、思いを乗せた決め玉で。